はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート19始めていきたいと思います。あれいきなりこれか。そうか、夕方になったからか。夕方、本日の報告会、大したことないからね。今ミカミックスの分をしれっとあいつに渡す。銅5個、石炭5個、まあないよりは全然いいね。でも銅50個、こっちをなんとかしたいんだよね。あと900個とか、1回につき100個くらいはな、やってもらわないと。でさらに銀と金も必要になるんでしょ、まあ、このまま潜っていきましょう。夜になるけど、俺たちは鉱山の男に夜も朝もない。ひたすら潜る。さあトロッコ乗ろう。そういえばさ、3個連結できるって言ってたね。やっぱり戻るね。ちょっと連結トロッコ確認してみよう。これか、取れた。兵器、機械、兵器って何？鉄のインゴットが必要じゃん。いや鉄なんて持ってないですよ。トロッコはいける。じゃあ2つ作るか。鉄ってさ、鉄の鎖とかさ、溶かしたりできないのかね。入れて溶鉄炉に入れられる？いや、そもそもこれしか作れないのか。ちょっとこれガラス作ってみたいんだよな。まあ、10個っていうか10個で50個作れるけど、まあ、やってみよう。ちょっとトロッコ出しますか、せっかくなんで。まあ、あの2人も楽しみにしてるみたいなんで、トロッコで中に行きますと。せっかくだから。でここに、そこには置けません。連結効果、なるほど。じゃあ俺戦闘あ、乗るって自動的に乗る。え、あそういうこと。これどういう画面がいい？こういう画面が分かりやすい。ここに止まる意味も分からんしな。楽、うお、ちょ待って待って待って、楽ではある。駅がちょっといっぱいありすぎんだ。自動で行ってくれる？あ、一応自動でやってくれるんだ。ある程度スピード出せば。今までずっとレバー入れてたけどさ。よし、オッケー。では奥へ進んでいきましょう。はてな、はてなになってた。コイミンのところか。はめ殺した。夜は気をつけて。こんなところで何してんの？この行動は魔物も出るしとっても危険なんだ。気をつけて進むといいよ。特に夜になったら出てくる青い体、青い覆面、怪人に注意して。きっと戦っても勝てない。行動は太陽がない。時間の感覚がわからない。怪人は夜にしか出ないから夜が来た合図になる。姿を見かけたら地上に戻るといいかも。え、そんな強えの？ただの幽霊じゃないの？勝てないって、そんな、これ荒らされてんな。まあ一応でもこのまま行ってみましょう。モグラは別にそんなに敵対しないね。すぐに近づいただけじゃ。でこいつらもまあ寝てるっちゃ寝てるから、え、敵対したっぽい。だってこいつら夜も頑張ってるよ、帰らずに。はい、ドン。まずこれ、この異常な砂を回収していく。せっかくだしね。これ困ることはないな。でまたここにあれか、うん、戦いの匂いがする。ん？あ、なんだ、あそこは導きの玉か。よっ、じゃねえよ。先にこれに触れたい。よし、ワープ可能になりましたと。ハーゴン教団の魔物、
さあ来い、おびき寄せて、チトン、おびき寄せて、チトン、俺はザクを仕留める、シド、お前は見て、よし倒した、魔物の群れをやっつけた。魔物たちをやっつけてくれた。筋肉がないのにすごいぞって。坑道の荒れ具合、坑道の中は教団の魔物の巣になっている。魔物倒したいけど魔物恐怖症。あれ、そういやさ、一般人戦ってくんないのかね。ここは昔の採掘基地。今の荒くれ数じゃこれ以上進んでも鉱石は掘れない。ああ、うん、あれ取れなかったんだけど。ああ、なんだなんだ、すぐここに来れるよっていうことで。ちょっと周りを見てみるか。銅があったら、ちょっと銅を採掘していきたいんだよね。あ、ここ基地だったんだね。宝箱、魔法の玉、よし。あ、本がある、ちょっと回収しとこう。このスコップもさ、多分行動用のお部屋を作るのに必要になるっぽいからね。農民用の部屋と一緒で。あれ、アイテム、アイテムじゃねえや、幽霊。青い覆面って言ってなかった。でも とりあえず今はね、銅を回収したい。貴重だね。でもそんなに銅があるわけじゃないのか。銅8だと、これで銅1でしょ。いや、ここそんなに多くないな。こっちか。一応この石も回収しておこう。結構石必要になりそうだからね。よし、じゃあ、はい、ドン、はい、ドン。あの幽霊ちょっと来ては去っていくな。ドン、バーをね、まず建設しなきゃいけないんで。あいつはこっちまで来れないか。お、あれくれくん頑張ってくれ。そこの銅は俺がもらっていくぞ。悪いな、今俺は銅がめっちゃ必要なんだ。ちょっとでも回収する。お、ここちょっと多いね。はい、よし、24個、そこそこ溜まってきたな。でもそう考えるとさ、あいつに50個あげてるってすごいね。大量に銅取ってんだな。これ何、なんか汚い土なんだけど。あ、普通の土か。でもここでもまださ、あれなんだよね、銅の採掘場なんだよね。ちょっとここを回収する。ん、来るか、幽霊系。来ない。ハートがある、回収しよう。こっちは奥に進んでるね。うん、どう、あ、これはこれ違うか。あ、これ多分壊せないやつだな。全然ちょっと壊せた。普通の塊だ。キノコゲットして、ふむふむふむ、あの向こうにイベントが起きてるけど多分地上だな。よし、じゃあ一回帰るか。船着き場じゃねえや、拠点。何をやったの、よくわかんないんだけど。行動復旧できた。
よくやってくれた。これで鉱石の採掘量が上がる。よしよしよし、いいね。よし。行動に入るときペルに弁当をもらってた。ペルはおめえには渡さねえ。おめえは今から俺のライバルだぜ。うん。ペルはおいらの大切な宝物。俺はおむつをしてた頃からペルを知ってる。ペルの独り占めは許さん。ペルは俺の天使だ。俺はバニーってやつに興味がある。お前たちの好きにはさせない。で次はバー作りも忘れてもらっては困る。そうだね、ドリンクテーブルを作っていただけませんか。ああ、なるほど、先にドリンクテーブルを作れと。まあいいでしょう、それくらいだったら。で、何が必要なんだっけ。あ、ちょっと待ってね、ガラス回収しよう。まあ一気に50個。まあ、窓を作るときとかに必要になるのかな。でね、これだよね、銅を大量に入れなきゃいけないんだよ。銅ってさ、そのままで使い道があるのかどうか。いや、これでいこう。はい、全部入れちゃおう。ドリンクテーブル、部屋レシピに書いてあるかな。バーセット、自然のブランコ、あれ、これどっちだ。なんて言ってたっけ。ちょっとマスター、ドリンクテーブルを作って、あ、先にね、この中のドリンクテーブル、バーカウンター、あ、椅子が足りないね。椅子、ジョッキ、椅子か、椅子、うん、これか、3個、はい、とあとジョッキ、あー、インゴット、まあそれなりには持ってんな。あれ、シェイカーじゃねえよ。え、何が必要なんだっけ。革袋、あ、銅のジョッキ、これか。ルビーラが必要なの。じゃ、ルビーラちょっと生産してこないと。これで、待ってね、もうここら辺のやつさ、一回入れないとわけわかんなくなる。999個、尋常じゃないな。で、これだよね、ツタの実で、薬草はちょっと一応先頭になるか出して、生肉も必要。サボテンステーキとかは一応非常食として取っておこう。じゃあこれ、ん、待って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 、入れる、料理する。あれ、マスター、ちょっともう少々聞きたいです。椅子を置いて、石のテーブルの上に銅のジョッキを置く。2箇所のドリンクテーブル、はいはいはい、2箇所のドリンクテーブルか。ってことはもう1個これ必要そうだな。え、どこだっけ、銅のジョッキ、ここか。これを作れって言ってるんだね。ん、バーカウンターはあるでしょ。銅のテーブル2つ、石のテーブルも2つ、あ、どちら、石のテーブル2つって言ったっけ。なんかわけわかんなくなってきた。石のテーブル、これは2つ作って、よかった、石、石材で結構必要になるね。銅のテーブル、まあ、せっかくだからこれももう作っちゃおう。結構大変そうだな、作るの。え、もう1個必要、これ、ん、待って待って待って。で、ここ、石のテーブルはここに置けばいいのか。はい、で、はい、これちょっと回収してからの、
銅のジョッキをここに2つ、銅のジョッキを2つ、これはもうルビーラが入ってるってこと。銅のジョッキ、ちげえ、ここじゃねえ、ここ、お、ドリンクテーブル、あ、なるほどね。どうだ、ちょっともう4個必要だね、これ。これ1個ずつ作んなきゃいけないのか、ちょっと大変だな。あと石の椅子か、ちょっと待ってね、石の椅子、これがあと1、2、3個、ここもか、石の椅子、あれ石の椅子持ってる、あ、これか、作ったな、はい、じゃあ椅子先置いちゃうか、ここよし、 OK。 バーの建築が進み採掘量が上がった。あ、そういうことか、ちょっとずつ上がってくんだね。ドリンクテーブルが2箇所できた。荒くれさんたちのやる気が出る。ゴールドラッシュに沸き立つ豊かな島、何千何万と鉱石が取れた。何万と取れたの。争いがなくなったけど夢もなくなった。バー作りに行動の修復よろしくお願いします。ビルダーの鐘を鳴らして、仲間を呼んでくださいと。はいはいはい。ただ溜まってないんだよね、まだ。あと椅子がここ、ちょっとこれ回収しつつ、次のツタの実、もう一人荒くれがなんか言ってんね。荒くれ専用の宿屋、小さな部屋にベッド、ベッド壺3つ、宿屋の壁掛け、荒くれの寝床、筋肉を寄せ合うとよく眠れる。いや待って待って待って、ベッドとかさ、宿屋のなんとかとか、そんなそもそも作れなくね。あ、作れるようになった。もう1ビルドレベル上げなきゃいけないね、多分。看板メニュー、はい、料理を作るための部屋、焚き火2つと収納箱、キノコを置いてキノコキッチンを作ってください。壊したキノコは部屋に置けない。グローブで生えているものを持ってきてね。マジか。じゃあキッチンどこに、ここだってバーだからね、バーの隣にするか。ちょっとこまめにこれ回収して、こまめに作らなくては。よし、じゃあキッチンこっちに、せっかくだから作りますか。間違えた、クッチだ。まあいいや。もうちょっとステーキもこれもやって、生産が大変だね、生産が。ドン、ここら辺を少し整地しよう。じゃあドン、よし、木材もなんだかんだで必要になりそうだからね。これで3つ、ここら辺の自動生産システムがまた稼働してくれれば。で、銅のテーブル2個、ああ、2つなのか、2マスか、だから2つ必要ってことは、これもう1個だな、はい。さて、そこから待ってね、置く置く置く、よし。でここにまたジョッキを置かなきゃいけないんだっけ。4つ、銅のジョッキ、そうだね、ここに4つ置けばまたバーカウンターのでっかいやつが出来上がるね。バーカウンター、これ1234、やっぱり銅のインゴットがすげえ必要になるな。あ、いっぱいあるから時間かかんのか、これ。あれ、こいつもなんか言ってる、うん、今までものづくりは人を惑わす、ビルダーアークとして憎んできた。
お前さんに頼みがある。たくさんの明かりをつけて鉱山街全体を明るくしてほしい。死神も出にくくなる。壁掛け松明10個。結構みんな要求があれだな。はい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 。宴会テーブル。バーの建築が進み鉱石の採掘量が上がった。オッケーオッケーオッケー。ちょっと一回ハート鳴らそう。ステーキ回収して、ちょっとステーキも食っちゃおう。でこれもちょっとやれるときにやっておこう。また必要になりそうだからな。生肉もあるときに料理しとく。でキノコを回収してこなきゃいけないか。はいはいはい。と15、あと27か。まだまだだな。早っこれできんの。ちょっとしてるときにできる。あといけそうなの食器って。あーそこか。あ食器ってガラス使うよね、どう考えても。食器これ30何個とか無理でしょう。全然足んねえわ。あそこの銅のインゴットができないと話にならない。油かー。ちょっと待って、ランタンも必要でしょ。扉は2つ。いや銅のインゴットが半端ないな、必要数が。まずいけそうなのからいこう。スライムちょっとこちら辺にいたよね、スライムベースが。あいつ倒して油を回収しよう。いる？なんかスコーピオンしかいないんだけど。これでもこいつは持ってないな。あそこにスライムベースいる。貴重だなスライムベース。当たらない。よし油回収。肉も回収して。あいたスライムベース。あ結構いっぱいいるわ。何綿になってる。あれ肉って誰だっけ。あこれだよね、違うのが出てくるのか。なるほど、アイテムは1種類ではない。かわいそうだ、ちょっと一角席ほんとかわいそうだな。なんかよしこいつは貴重なあれを落とすね。サボテン、あれなんか新しい。違う違う、これになってるからな。ドン。サボテン果肉、まあ、サボテン果肉があれば。あれ油落とさなかった、油が欲しかったのに。レベル12に上げとくのもありかもね。このスコーピオンがそれなりの経験値を持ってるから、スライムベースを借りつつ、スライムベースはもう全然経験値持ってないはず。3来るねスライムベース。油になってもらうぞお前らは。いい油が取れそうだ。でお前も肉になってもらおう。逃げるか、痛い。あれキノコって坑道の下に行かなきゃ取れないかな。もうちょいもうちょいもうちょいと見せかけて結構かかるからねこのゲーム。サソリだ、ちょっとサソリを優先的にもう狙おう。あいつだ、トワーク、はめ殺す。よし55。もう一匹サソリが倒したい。こっちでいくつだっけ。17か。まあまあまあか、集団で倒せば。よしよしよし、いいね。肉を回収しつつ、よし、あとあのサソリ、あいつを倒してレベルアップだな。オリオス、よし、オッケー。レベル12、最大ヒットポイント。そしてレシピ、鎖かたびら、いいね。
でも鉄が必要そうだよね鎖カタビラってと。このスライムベースから油をまた回収して、よし13個、まあそこそこ溜まったかな。いやでも鎖カタビラはちょっときつそうだな。よし、銅のインゴットを大量に生産した。鎖カタビラ見てみよう。げ、銅のインゴットで作れるし、じゃあ作ろう。鉄が必要かと思ったら、あでもあれが落ちるか、走る速度が。まあでも鎖カタビラでいいでしょう。武器って、あー銅の剣作ってなかったわ。28から40、うわちょっとだいぶ時間のロスをしたな。これを装備してればもっと来るか。装備は完全に整えた。さあどっから来る、あれどっから来る、本当に、あ向こうか。モグラ、お前らでは話にならん。てかミルズも装備できんじゃん。こいつは素手だから。え、こいつも戦う？え、待って、お前これあげるよ、はい、カルロ。いや普通に銅の剣にしよう。ここはインゴット結構使うな。3本作るか。よし行くぞおっさん、どうぞ。で足りないやつはあれだな、これ装備できる。お、装備できる、はい、いやペロちゃんお前も戦闘要員か。でミルズも戦闘要員、もう一人荒くれの一般人戦闘要員いないかな。戦闘要員だけ集めるとか。ちょっと一回こいつ、こいつはどこから走ってきたんだ。どっちが強いか勝負、受けて立つで。え、なんだなんだなんだこいつら、うひょ戦闘しているお前らやめーい、やめーい。あこれだ、ごめん、あら嬉しい。はいどうぞ。よし、夕方生産量増えたかな。10個、石炭10個、いいね、石炭重要だからな。おお100超えた、オッケー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 。あと474個、先は遠いな。ただこれ回収して、さて銅のインゴットが少しできたから作れるか。34個必要なんだよな。よし、でまず外壁を作っちゃおう。銅の壁全部取り出して、え、ちょっと待って、これじゃない、これ見たかった。銅の壁、まずここの3つか、壁を作ろう。ほい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 と、なんかね野ざらしで酒飲むことになってるからね。間違えた、ちょっと待って、これ水枯れないの。回収しよう、間違えそうだからもうしまっとく。あれどこだっけ、ん、あれピヨーンってならないよ。ちょっと待って、うん、外壁ここか。今いる場所がここだから、ここからか。え、ここは、ここもそうだね、ここもで、ここも次、あと後ろの外壁、ここら辺、ここは違う、あこっからだ。もう寒いっしょ寒いっしょ今後ろちょっと閉めてあげるよ。これ上違ったかな、ごめん。
ここは樽が置かれるのか。待って、2個、ここも2個だよね、ここも2個。あとはここか、ここ1で2個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 、ここもか、どこだ、あ、ここは1個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 、あ、2個か、はいはい。さて、そこからここどこまでだ、もう2つかで、次とここ、よし、これでよし、銅の壁は置いた。で、あとなんだ、その外壁を伝ってんのって何、お、なんだ、アイアンの壁か、24個、それなりに調達したけど24個持ってっかな、全然ね、10個しかねえわ。アイアンの壁は取ってこないとないわ、悲しいことに。買ってんだよな、まあまあまあ、しょうがない。ここら辺の石もちょっと俺のあれに崩させてみよう。よし、荒くれ用じゃなくて、なんだっけ、あ、明かりはいいや。キッチン作るか。焚き火2つ、収納箱、キノコ。あれ、部屋の大きさは何でもいいの、あ、部屋じゃないとダメか。まあ、焚き火はここに1個置くとして、ここからになってるからキッチンってさ、でも遠くねまあいっか、もう出なきゃいけないのはしょうがない。ということで、焚き火を1つ作ろう。焚き火、で、キノコか。で、ちょっと申し訳ないけど、ここは土の岩で勘弁してちょ。ここの外壁から行こう。で、ここ扉にするから、ちょっと待ってね、これ一回壊して、123、じゃあ123マス、3マス、合計9マス分動けるところにしよう。ってことはこの大きさだな。だからそんなもんでいいでしょ。で、扉を作ってくれ。扉なんてあったっけ、扉、これしかねえんだけど。え、ウエスタンドアしかないよ。え、もうなんか普通の扉欲しいんだけどあれ来た、いやー、ウエスタン扉でいっか。まあ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 、まあ、しょうがない。 2マス必要じゃねえかよ。じゃあ、はい、超小さい空き部屋で、ここにこれとこれ置いて、あとキノコ、あと収納箱か。収納箱もいいや、1個作ろう。間違えて収納箱に行ってしまった。収納箱を1つ作って、あ、どこだ、あれ、収納箱なくね、銅のインゴット足んねえな、やっぱり。うん、あった。収納箱を、じゃあこっちに置いて、
どういう向きかな、いいかな、この向きにしようか。でそこからじゃちょっとキノコをサクッと回収してこよう。痛い。ここら辺にキノコないかな。持ってこいって言ってたからね、キノコ。割とこちら辺のキノコって切っちゃったりしてんだよね。キノコ、あそこに見えんな、ちょっと奥だけど。こっちの方にあった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 。これをそのまま持ってこないといけない。あ、ここにもあったわ。これってこのままワープできる？ちょっとやってみよう。拠点、あー、持ってる持ってる持ってる。よし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 。ではでは、あれ、なんか向きが分かんなくなっちゃった。あ、こうね、こうね。ウエスタンドア。じゃ、キノコ、え、あ、大丈夫か。キノコキッチン完成。よし、ハート放出。どこから来てんだお前は。キノコキッチンを作ってくれた。部屋の中に菌糸が舞って素敵だわ。キノコを育てて料理ができる。看板メニューを考えるなんて優しい。頼んだら何でも作ってくれる。あなたの優しさに影響された。そうだね、何でも作ってるね俺。よし、じゃあちょっとキノコ焼くか。キノコ焼き。キノコまだ料理してないもんね。はいはい、よし、じゃあここ料理部屋になったな。今のうちに鐘を鳴らして、よし、オッケー、ビルドレベルが上げられる。鳴らそう。はーい、よし、レベル2。鉱山いいね。超いっぱい荒くれが来たし、変なやつもいる。なんだあいつ。たくさんのレシピ。よし、アイアンの壁作れるんだ。銀タイル、すげえ。銀、これ鉄、わかんねえ。あ、木の扉ようやくで。俺木の扉がいいよ。つながるガラス窓、お、いいね。木のベッド、お、木のベッド。カウンターテーブル、バーカウンター、ついたて。これ銀か。でもやっぱりそうだよな、アイアンから作るってこと。鉄からだね。ポーカー、ダンベル、植木鉢、酒場の壁掛け。よし、これでダーツボードとかここら辺が作れるようになりましたね。アイアンの壁に銀の壁。鉄や銀も手に入れておかないといけない。ポーカーにダーツボード。よし、話そう。この荒くれに話すの、こっちじゃないの。すぐに教団に報告しますから、そのつもりでお願いしますよ。妙な鐘の音に導かれてきた。行動を作り直して鉱石を掘っておるのではあるまいな。わしは絶対に許さんぞ。お前は誰だ。鉱山街にこんな可愛らしい子が。教団を抜けてバーを作りながらビルダーになってる。内緒で筋肉を作っている。内緒が一つくらい増えても問題ない。うん、うん、っていうかさ、お前青い髪のやつ何なの。セルジと申します。鐘の音に導かれてきた。僕は教団の熱烈な信者。あんな可愛い子ちゃんがいるならここに住んでるのもあり。悪しきビルダーからあの子を守るために僕もここに住むことにします。こいつらあと戦闘要員のためにまた銅の剣とか作ってあげないといけないからね。もはや訳がわからん。よし、ペロのあの人気ぶり、親の私としてはものすごく心配です。
みんなに希望を与えるバニーになりたいの。みんななんで料理部屋に入ってってんの。お前ら腹減ったか。もう少しでキノコができそうだな。パクんじゃねえぞこれ。あ、モンスター要因。これこっちから食うし、こいつら弱えかな。攻撃力は上がってるけど、そこそこだな。でもあれ、もうこんなに経験値溜まってる。一般兵何の役にも立ってねえな。よし、焼ききのこゲット。これで焼ききのこ生産してくれると嬉しいんだけどな。頼むよ。そういうわけにはいかんか。で、あと作れそうなのがだから荒くれのやつだ。小さな部屋、ベッド8個、壺3つ、宿屋の壁掛け、荒くれ寝床。もう荒くれ寝床ここでいいよね。これ今小さな部屋だっけ。ベッドか、罠のベッドじゃダメなんだ。どうこれ、あれもはやなんだか分かんなくなった。あ、空き部屋。ちょっと待って、一回罠のベッド敷こう。あ、藁のベッドでいいの。ピロリンってなる。ならね。あ、藁の、なんていうの、藁のベッドって書いてあったこれ。あ、藁ベッドって書いてあるじゃん。なんだ。じゃあ全然大丈夫だよ。しこれはちょうど8個あるから、じゃあお前ら敷き詰めて寝てくれ。まあ、4つずつでいいよね。初めての寝床。いやこれちょっと小さくはないか。大きさってどうやって見るんだ。真ん中にはなってないから、これ小さいやつでいいのかな。まあ、いいや、作っちゃおう一回。はい、で壺3だっけ。あれどうした。そろそろいけると思う。ものづくりをすることか。まあいいけどね。うん、爆発するところがすごいよな。俺がものを作れないのはあの声が言うように。え、結局何にもできなかった。鉄の作業台、鉄だよね。だから作業台って何。これのことだよね。鉄のインゴット、アイアンの壁、やっぱ鉄のインゴットか。銀のインゴット、銅でさえ足りないのに。よしたら扉、あれ木の扉なのになんで。あ、周りを金属で補強してあるからか。鉄が必要だ。もうちょっと鉄欲しいな。そうするとで、ちょっと待って、それより壺よ、壺。壺3つって言ってたよね。で、あと宿屋の看板みたいなやつ。壁掛け、宿屋の壁掛けって余裕だ。木1個、これって何、外でいいの。はい、すげえ変なとこに、すげえ変なところにできたんだけど。はい、お、いいね。で、壺3つ置けって言ってたね。壺ってだってトイレじゃないの。それさ、なんか並べてさ、あ、4つある、なんか嫌だな。ちょっと待ってね。敷居をちょっと、ちょっと一回出そう。まあいいや、3つ連続で置いてみるか。ここここここ、え、部屋がでかいか、やっぱり。
待って待って、荒くれ荒くれプリーズ。小さな部屋、ベッド8、坪3、宿屋の壁か。あ、やっぱでかいのか。お、作ってる。自動料理生産システムができた。ということは、ちょっと待ってね、ここはまあ別にいいとして、中に置かなきゃダメなのこれ。あれ、宿屋って言ってたよね。アラクレどこ行った、アラクレ寝床。宿屋の壁掛け、小さい部屋だよね。ちょっと待ってね、この壁掛けの位置が悪い。またか、お前ら行けよ。魔物だ、よし行け。じゃあ毛皮なんて持ってんの。じゃあちょっと中にこれかけてみる。はい、行け。中にかけなきゃダメだ。なんで中にかけなきゃいけないんだかわからん。ほいほい、よし、こうだな。荒くれ寝床を作ってくれた。素直だし屈託はねえし、よくよく見ると可愛い顔している。よし、やっぱりペロは俺がいただくぜ。なんだそりゃ。どこからでも会話に入り込んでくる。壁掛け松明ね。ちょっと待ってね、アラクレ宿屋だから、これ一回崩して8個でしょ。お前ら完全に密着しろ。1234567 8小さい荒くれの、これここに置く。で、ちょっと待ってね、これここに置く。で、いや無理だ、どうしても密着するな。扉がでけんだよな。いやー、どうしよう、悩むな。ここ、いやー無理だ、俺の理想は叶わなかった。待って、これさっきの位置に戻そう。どれだっけ、これか。ちょっと待って、1234の4で、壺が1、2、3。よし、もういいや、これ荒くれなんて気にしてらんねえよもう。これ自動でマジで生産してる。おー、すげえ。てかキノコがもうすでにない。自動生産システムすげえな。2つこう、よし、 OK。 ってことはだよ、もう奥に行って鉄を取ってこないといけないね。壁掛け松明、あー結局銅が必要なんだよ。よし、もう少しじゃあ中に潜ろう。ちょっと待って、あれ、ここはもう炭鉱でしょ。壁掛け松明何個って言ったっけ。10個、無理だ。
インゴットがなさすぎる。どうどうどう、どうがどこだ、これ何岩って書いてある。毛皮がちょっと使い道がまだ分かんないんだよね。あれ分かんねえ、どうねえよ。あれこの前生産してくれたどうって全部いいこと、あったこれか、5個か、足りねえわ、全然足りねえわ。持ってる数25だよ。いや、ある分だけ全部やっちゃおう。で、そろそろ夕方になるから、それも受け取ろう。で、受け取ったら、次回やっていこう。中の探索は次回。腹減った。これってさ、キノコしか作ってくれない？てかさ、キノコさ、自動生産、キノコ自体が自動生産にならないかな。ちょっと生肉入れてみよう。腕が鈍るな。あ、そっか、こいつは壁掛けタイマスだもんね。荒くれだらけだな。これをさ、作る部屋も作りたいよね。あと俺たちの部屋、そもそも自分らの部屋がない。もうちょっとで、ね、インゴットができる。5、え、ちょっと待って、これそういうこと？そりゃ時間かかるわ。じゃあちょっといいかな。時間かかりそうなんで、今回はこれで終了して、次回ですね、鉄の方を求めて、行動の中を進んでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。